Adobe Photoshop Lightroom はデジタル写真の画像処理及び管理を行うためのソフトウェアである。Adobe が開発、販売している。主な機能として写真の現像や修正、写真の管理、本やスライドショーの作成などがある。2006年1月9日よりベータ版として Mac OS X 専用のバージョンが公開されていた。その後、同年7月18日にWindows XP 版が公開された。当初の名称は Adobe Lightroom だったが、同年9月25日に公開されたベータ4で Photoshop ファミリーに組み入れられ、現在の名称へと変更された。製品版の発売は2007年3月23日。メインターゲットはデジタルカメラ、特にデジタル一眼レフカメラを使うプロフェッショナル/アマチュアの写真家であり、デジタルカメラで撮影した画像のパソコンへの取り込み、整理、取捨選択、RAW 画像の現像や補正、JPEG などのファイルへの出力や印刷、Facebook や Flickr など、ウェブ上への公開を一連の流れとして行える。カタログと呼ばれる管理方式が特徴であり、写真のレーティングフラグカラーラベル、カメラ名、レンズ名、焦点距離、ISO 感度などのメタデータなどを自由に組み合わせて、写真の取捨選択を行えるため、必要な写真のみをまとめたり編集したりということが容易にできる。ユーザーインターフェースは Apple のApertureを意識した作りになっている。また Adobe のコンシューマ製品としては、パブリックベータを公開した初めての製品であり、パブリックベータの段階で多数のユーザーの参加を得ており、そうしたユーザーからの意見や要望を取り入れ、機能の向上や改善を行っている。RAW 画像処理エンジンや画像補正機能は Photoshop のカメラRAWをベースにしており、さらに写真画像に特化する形に改良されている。また、Photoshop との連携も可能となっており、高度な画像処理を Photoshop で行い、その結果の管理を Lightroom で引き続き行える。2014年4月にはスマホタブレット版も公開され、複数デバイスから編集を行えるようになった。ありがとうございます。